シャンソンソ歌手の高木向太さんが2日に失去していたことが5日分かった58歳7月に東京 NHK ホールで開催予定の音楽イベントパリ祭りの事務局が発表した事務局は公式 Facebook に不法。 高木むくさんと題して投稿今年のパリ祭りに出演予定の高木むくさんが5月2日午後5時39分に入院先の川崎市内の病院で営眠されました4月17日に58歳の誕生日を迎えたばかりでしたと報告した投稿によると高木さんは4月1日に発熱し6日に入院7日に新型コロナウイルス陽性と診断された現在 葬儀のできる状況にはありませんのでいずれお別れの会を開く予定ですと現状を伝えたさらに2019年のパリ祭りで高木さんが歌ったアベマリアの動画も添付高木さんはこの歌を歌うために半年かけて髪を伸ばし自ら衣装を脱い何度も遂行こうした役師しで10名のコーラス隊を従えて NHK ホールの舞台に立ちました最後は手を引きたまえ主のご元へ アビー,マリアアーメンと歌っていますと振り返ったまた高木さんが大の動物好きで自ら高木動物園と名付けて多くの動物を飼育していたことも紹介優しく温厚な人柄で誰からも好かれていましたからきっと天国でも人気歌手として迎えられることでしょうご冥福をお祈りしますと締めくくっている